小木の話しますね。小木って、うん、ものすごいキスがうまいんですよ。そうだね。もうそれはもう有名な話なんです。ちょっとこの話もやっぱちょっと涼子さんいる前で話したいんですけど、もういろんな技なんです。小木じらしって例えば言ったら、小木じらし、小木じらしってのはこのほっぺたから興奮に行って、ね、でこのすぐ行かない、ここ来る時になったら飛んで興奮に、でまた戻ってきてこうとか、もう小木ならではのこの技がいっぱいあるんです。それである日ね、ある日米軍基地の近くにね、うん、住んでる女の子で、うん、もうね、うん、米軍とキスしまくったって女の子すごい小木の前に現れたんですよ。でも小木はもう、小木はもうそれはもうキスの日本代表みたいな人です。おいくら米軍とね、キスしたって、うん、全然別に構わないよと、構わないよと、ということで小木キスしたんです、うん、その米軍の、はい、いっぱいキスした女の子とね、すいませんね涼子さんね、で結婚の前ですから、前ですから、前やからね、でキスしたんですね。ほいである日ね、その子がね、うん、手帳があって、キスのうまいランキングっていうのを、書いてたんですよ。1位トーマス、うん、トーマス知らんけど、2位マイケル、あ、ベグやな、3位ジェームス、うん、ジェームスのとこにバッテンつけて、オギって書いてあった。食いやがった、あった、食いやがった、3位だよ、3位だよ、だオギは全米3位なんですね。全米ちゃう、全米、全米、本当にもっとおるめっちゃちっちゃいところ、抜いたんやな、抜いたってことですね、すごいうまいってこと。結婚前でしょ、結婚前、結婚前やからね、大丈夫ですよね。僕あの ABC 漫才コンクールっていうのに、うん、あの元あ相方のホッシャンとあのチュパチャップスで出るその前夜ですね、ホッシャンの家で、うん、あのネタ合わせしてたんですね、でネタ合わせ終わって、でホッシャンがあのさっきあのシャワー浴びて、ほんで次大輔入り言うて僕入ったんですね、で出てきたらもうホッシャンあの寝てたんですよ、でホッシャン寝てるなと思って、で寝顔見たらちょっとこう苦しそうな顔してたんですよ、でこう手パッてやったらこうここ、こうお祈りした感じで寝とったんですよ、でああなんや明日優勝したいねなと思って、ホッシャン頑張ろうなって思ってたら、なんかちょっとたまらん気分になってきまして、僕はあのホッシャンにあのキスしたんですよ。なんでどういうこと、わからんの。いやあのそれはもうね、いやあんねんな、もうねなんかたなんかわかるやろこれコンビだったら、わかんない、いや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 、いやなんかね、もうなんか愛おしいなってきたんですよ。愛くるしいみたいな、ほんでかわいなんかたまらんようになって、星さんにキスしたんですよ。なんか後日なんで、それあれやったんですよ、星さん実は気づいてたんですって、こう寝てて、うっすら寝てたら僕がキスした、キスしてきたことを気づいてたんですけども、どうしようもなかったんですって、ほんで、うん、何してんやろ大輔って思って、うん、で 息も荒くなってきたんで、うん、星ちゃんはもう言うに言えんようになって、うん、で次の日 あの ABC の, あの決勝の時に、うん、変な感じでネタも噛み合わんようになって、うん、正直賞取れへんかった。変な感じでなんか意識しちゃっても、意識しちゃってたんですよ。まあその話はちょっとあったんですけど、僕もう一個ありまして、天然素材の時に、天然素材というグループをやってた、ね、グループをやっていた時に、はいはい、ユニットみたいな、そうです、やってた時にこう、うん、宮迫さんとこう集団コントみたいなのをすることがありまして、で、俺の家でちょっと合わそういうことになりまして、で宮迫さんの家に行ったんですね、で宮迫さんとそのネタを合わせてて、でまあこれでええんちゃうか言って終わったんですよ、で僕こうあの本、布団の上でこう本読んでたら、宮迫さん寝てしまったんですよ、でその時クーラーがない部屋で扇風機だけで、ブリーフ一丁で上裸で寝てはったんですね、で僕なんかこう、あ、宮迫さん寝はったと思って、ね、え、あ、宮迫さん寝はった、寝はった、寝はった、寝そう寝はる、ほんでで本は読んでたんですけど、もう全然漫画がだな頭に入ってこない。宮迫さんが気になりだしたで、宮迫さんってファンいっぱいやはんなと思ったんですよ、うん、いやそれは当時とかもすごかった、すごかったんですよ、ほんならこれファンやったら、僕の立場やったら今すごい
ラッキーなんやろなファンの子やったらみたいな思ってたらだんだんおかしなってきたんですよで漫画を置いてで結構すやすやネタあったんでちょっと触ってみようなんでやねんなんでそうなるんすかでもそれはお姉ちゃん の, おっぱいの法則ですよ昔あったよね、はい、息に合わせてこうやってで最後はこうなんかこうその逆らうというね威嚇でほんで簡単狙い、はい、簡単狙いで宮迫さんのこうグッと押さえてたんですよこうやってほなまあ正直興奮してもうてでもキスはさすがにこれあかんなと思ってほんでまあ布団1個やってたんでその横に寝ようと思ってでその手を離してでどうしても宮迫さんの腕で寝たいと思ってなんでやだからもう分からんそこはだからもうファンの心理ですよファンの心理になってるんですよファンちゃうやんいやファンちゃうんですけどファンの心理でやったんですよほんでバレんようにこっそー行ってほんでまたその行きと同時にこう手をこうこうやってでしばらく寝てたら宮迫さんが暑いねお前言ってダーンと疲れたんですよでダーンと疲れてお前向こう行きゃ何してんねんお前って言われていやその僕も寝たふりしてそんな偶然ですやんそんなんって言って心臓バクバクバクバレるなよって偶然にそんななったんですやんっていうお話ですなんか若い時グラ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 してたほんまにもうグラ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 ギリこっち来ただけでグラグラの状況今はそんなことないですよでもその時はもうグラグラしてたんでやっぱりその性に対して異常ななんか興味があるよね興味ありますね大輔ははいおかしいグラ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 してたすいません本当にあ初めて言ったんですけど疲れた疲れたわもうこれね僕ねこの話していいのかないやまあ別に何も悪い話じゃないんですけど、はい、初めて言うんですけど数年前なんですよ今やから逆に言えるんですけどね実は24時間テレビのランナーに僕決まってたことあったんですオファーがあって、はあ、逆におもろいんちゃうかって俺にオファー来たんですよ、はいはい、で俺も逆におもろいんちゃうか、はあ、やろうかなっていうのがいやなんかそれはそれでびっくりするかなよ、はい、世間の人もびっくりするし、はあ、まあいいんちゃうかなって言ったんですよただ俺は少しこう引っかかったのはちょっと照れちゃうし恥ずかしいしなんかこうなんで松本が走んのかなっていう意味がわからないんじゃないのかなっていうなんか走る大義みたいなもんがなんかそれすらあれば俺全然いいねんけどなーってそのスタッフに話しててだったらこうどうでしょうか例えばガキの使いで昔よく浜田とこうよく対決してたんですで負けたらどうとかなんかみたいなだからまあ別にチャリティーで走るんで負けた方がっていうわけではないですけどどっちが走るかみたいなのを例えば浜田と競い合ってガキででそっちでやるとかもしくはリレーでね、浜田と俺が半分半分走ってリレーにするからただまあ浜田はどうかなと思いながらじゃあほとんど俺が走るから、はいはい、浜田もちょっとだけ最初だけ走るとか、はいはい、いろんな折衷案を、はい、俺はもうスタッフともう綿密に、はい、もうほんと1年ぐらい前からやってたんだよ。はあ、とにかく浜田がちょっと浜田とガキの使いが絡んでこないと俺はちょっと恥ずかしいからなこれだけちょっとスタッフうまく浜田に話してくれるかなって分かりましたって言ってでスタッフが浜田のとこに話持って行ったの、はい、初めて、はい、でどうやったって言ったら浜田が一歩たりとも走れへんって言った一歩たりとも一歩も一歩もなんで動かないで走って帰ったらしいですけどねびっくりしました何やったんや我々のこの時間は
でもこれはもうお蔵入りですよね。今も誰も誰にもこの話したことないです。一歩も走れへん。絶対どんだけチャリティー精神ないの。ゼロなんですよ。まあそれがうちの浜田さんという話でございます。そうなんや。いやすごかったですよね。僕の相方の鈴木なんですけども、はいはいはい、これがもうあの本当にお気づきの方も多いかもしれないですけど、はい、尋常じゃないぐらい天然でしてですね、本当にあのザルそばとかを延々夫婦言いながら食べたり、天然に僕はかなりしてますね。かなりしかも一回とかやったらまだしも注意して、これ冷めてるから深んでええやろって言って、あそうかって言ってんねんけど、そうせな食えないからもう深してくれと、いうぐらいちょっとおかしいやつでして、あの出前とかあの事務所に行った時におぎやぎと2組で行ったんですけど、まあ昼飯食おうかって言って出かけるのもないし、あの出前取ろうって言って鈴木を電話係にしたんです。でまあ小木さん矢作さんがまあカレーだとかいろいろ頼んで、鈴木が向こうに電話して、もしもし正月あんですかって言ったら、小木さんがカレーで矢作さんがカツ重で、向こう言われても絶対言うんですよ。恥ずかしい、もう恥ずかしいわ。ほんであの一番びっくりしたのが、あの動物のロケやってまして、キリンと何度か仕事したことあるって、なんかキリンのロケをしたことがあるんですけども、その際にもちろんスタッフもいるし僕もいるんですけど、鈴木だけあのキリンが首をね、例えば鈴木がここにおったとしたら、一旦首をこっち持っていってからバーンって吹き飛ばすわけですよ。そうなんです。2回ともそれされてて、で飼育員さんも初めて見ると、そのそう、それはキリンが敵を見つけた時にしかしない行動なんし、キリンは鈴木は敵やと思ってどのキリンも全部吹き飛ばすんだ。すごいなっちゃうな。キリンにそういう風に思われてよっぽど天然やぞと。ああそう、ちょっともう生態系が変わってもらってるんだよ。あ、そう、じゃあ、あの相方の話を、はい、したいんですけど、まあせいやが、前回の滑らない話、そうですよ、MVS 撮ったじゃないですか。でそれね、せいやのことをよく知る人物、まあ、僕とか周りの人間からしたら、お前よう撮ったなと、言うたらあいつってそのどっちかっていうか、トークする方というよりはトークされる側の人間なんですね。どうかしょうか。あいつ自体がめちゃくちゃ変なやつやから、めっちゃ物なくすんですよ。物のなくし癖えぐくて、電車乗ったらもう100発百中で切符はもうなくすんですよ。でこれね、例えば電車乗って目的地の駅の改札出るときに、あれどこやっけ、これは分かるんですけど、せいやの場合、出発駅の券売機で買った切符を入り口の改札に入れるこの15歩の間にもうなくしてるんですよ。いやお前いつなくすんそれみたいな、いや分からへんとか言うてるんですよ。まあ、そんなせいやと僕結構仲良くて、はい、よくね遊んでたんですけど、2人で1回マジックバーに行ったことがあるんですよ。こうカウンター越しでプロのマジシャンの人が手品見してくれるんですけど、まあなんかトランプマジックでね、山札があって1枚選んでください、でせいやが選んで、スペードのエース、これ覚えてください、おお、でそれをまた山札の真ん中ぐらいにこう直すんですね。ほんでマジシャンがパチンって指鳴らして一番上めくったらスペードのエースになって、こう上がってくるマジックみたいな、これようテレビで見るやつですけど、あの生で見たら、いややっぱすごいなと思って、でまたもう一回やってください言って、スペードのエース、次は真ん中より上ぐらいに入れて、でパチンって指鳴らして一番上めくったらスペードのエース、おお、これ何遍やってもね一番上くるんですよ、指鳴らすたびに、すごいなと。でせいやがちょっと一回意地悪して、そのスペードのエースを山札の一番下に入れたんですね、一番下に入れて、マジシャンがパチンって指鳴らして一番上めくったらハートの4みたいな、あれ全然違うカード、失敗してるやんみたいな空気になったんです、ほんなんマジシャンが、じゃああなたってせいやの方にポケットの中手入れてみてくださいって言うんですよ。マジで、でせいやがポケット手入れたら、
みたいに言うんすよ、うん、すごいな、うん、せいがポケットの中から自転車の鍵バーンって出して、うん、これ探してたんですよって言ったそんな都合のええマジックあるかお前が一番嬉しいマジックお前が鍵忘れてたら知らんけどほら、いや逆の方のポケットみたいな言われて逆の方のポケットにスペードレス入ってたんですよ、うん、めちゃくちゃすごいじゃないですか、うん、でもせいや的には自転車の鍵見つかった時の方がすごかったんで、うん、おへえー、みたいな変な感じになってました変な感じになってましたせいややなせいやな、はい、ポケットそれでジュンっていう男がちょっと頭が悪いというか、うん、物を知らないんですね、うん、で僕がジュンさお前さいろいろ勉強した方がいいよ言葉知らないとこれから大変だよって言ったら、うん、ある日楽屋で本読んでたんですよ、はい、あこいつはこいつなりに勉強しようとしてるんだなと思ってなんて本買ったのって言ってパッて見てタイトルが言われっぱなしはもうごめんだって1個手前の の勉強さまあ相方が小島というやつで、はいはいはい、おかげさまで本当に大島さん小島だよみたいなやり取りをもうここ 7,8 年やらせていただいてるんですけどもう結構長いことやってるんですよもう本人もまあタイムセンサーがおかしいんですよね常に小島だよ言わなきゃっていうことでもうなんか思ってるんで本当にこの間も志村けんさんと初めてほぼ初めてお仕事してさせていただいて志村さんマジで俺らの名前知らないから本当にお前名前なんだっけって聞いてるのにあいつは小島だーっつってもしめさんもあごめんみたいな大御所謝らせぐらい言っちゃうんですよ、はい、あとは大島優子ちゃんがゲストで来てて、ひな壇に大島さんどうですかって小島が上から小島だーって入っちゃったりとかもう めちゃくちゃなんですよ、はい、とにかくもうなんかそうなっちゃってて確かにね、もう今街とかでもすごいんですよ、絡まれ方が。もうどっから大島さん、大島さんってあいつも真面目なんで、小島だよ、小島だよってもうちゃんと全部やるんですよ。まあやんないと確かにすごいがっかりされるんで、歩いてたら車でブーンって小島の横来て、ウィーンって開いて、大島さんって言って小島だよって言って、ウィーンって縛ってブーンってのが、ドライブするみたいないじられ方したりとか、まあ、とにかくひどいんですよ。で、俺も大変そうだなって見てたんですけど、去年ぐらいから、俺にもちょっとそういういじりが来るというか、うん、相方大島さん今日いないんですかとか。ああ、そういう感じ。今日大島さんはみたいな。で、これも俺もちょっと数七面倒くさいんですけど、すごいキラッキラな笑顔で言ってくるから、はい、いや、小島だよってやるようにしたんですよ。もうルールにしようと思って。で、これも結構大変で、結構いろんなところで言われるんですよ。レストラン行ったら今日大島さん一緒じゃないんですかとか、いや、小島だよとか散々やるようになって、もうね、男子校の下校中の集団とかにも絡まれちゃって。はいはいはい、大変。道路の向こうから、あ、今日大島は大島どうしたみたいな。うん、もうやるしかないってことで、小島だよ小島だよって俺も頑張ってやるんですよ、全部。うん、小島だよって言ったら、別の集団が来て、普通に渡部って言われてるのに、小島だよって俺言っちゃったりとか。まあ、とにかくコンビソルって センサーがだいぶおかしくなったからです。いやー、ありがたい。話がやりがたいけどね。はい、どこ行ってもなんで、今もう。だいぶ、はい、小島では僕も言わなきゃいけなくなっちゃう。逸話で続くんやろうな。ねえ、あれもう、はい。日村の話をじゃあ、はい、させていただきます、はい、日村もまあドジで、はい、日村はいわゆる側外目を割と言われるんですけど中身もちょっとひどいんですよ側だけじゃないんですけど些細なことで言ったら飲み物よく振る癖があるんですけど空いてるお茶をまた振ってなったりとか、はい、サインで日付書くのも2000〇〇7とか今書くのを2000〇〇〇7とか27000細かいのはちょいちょいいっぱいあるんですけどそんな日村と昔まあ2人プラスあともう一人友達がいたんですけど終電に乗る時があったんですねで終電もう間に合わないからっつって乗らないとこれ行っちゃうよっつって走ってたんですよそしたら日村タイミング悪いんですけどそういう時にかけてよくおしっことか行きたくなっちゃうんですよはいそれで日村が案の定こう終電に向かって3人で走ってたらちょっと俺おしっこしたくなっちゃったからもう行っててくれっつってでもし終電逃したらでもこれないから行っちゃうかもよっつったら間に合わなかったら行っていいっつってで途中で離脱して便所に行ったんですねで僕ら行ったら電車まだ
こうドア開きっぱなしの状態で、はいはいはい、あまだ大丈夫だったなっつって、間に合うかなっつって、したら意外と早く来たんですよ、はい、日村が、はい、おー間に合った間に合ったっつって、あ間に合ったっつって来たら、日村のズボンのこっちがびしょびしょだったんですよ。うわこいつ漏らしたよ。もう大人なのに漏らしたなっつったら、漏らしてないっつうんですよ。漏らしてんじゃねえかお前。どこっからどうやって逆転するんだろう。こっちびしょびしょだぞ、色変わっちゃってんだろ、漏らしてない、便所行ったあの後のこと知らねえだろ。知らないよそれは。別れた後行ったら、小便器の方は、まあ、人がやってたり故障中で埋まってたと、だから大便する方に入った、和式だったらしいんですけど、まあまあ終電もあったりすごい急いでたから、ブワーっとやって、ちょっとすみません、あのこうやってこう座るやつのこの辺までしか降りなかったらしいんですよ。でバッてやってザーってやったら、気づいたらこっちのズボンの中に全部これでバーって履いてきて、あーってなったけど、だから結果的には漏らしてないっつうんですよ。いやいや結果的にそれは漏らしたもん。この間なんですけどね、うん、まあこれこお前さ、それ本番前に練習してたから笑けまうわ。この間なんですけどね、この間なんですけどね。ほんまや。いやそれはやっぱ練習しとかないと、それ温めとかないとダメでしょ。はい、ね、いや、ね、改めて、いやこの間なんですけど、そのまあ、コンビの存続にも関わることが起こりまして、ちょっとね、ロケに行ってたんですよ、はいはい、でロケに行ってまして、ちょっと待機しといてくださいということで、フットボールアワー、まあ、タクシーの後部座席で2人並んで、待機してたんですよ。ほんで、まあ、時間は夜です、もう真っ暗なんですよ。ほんで運転手さんもどっか行ってまして、車の中は2人きりなんですね。ほんで、まあ、コンビで喋るのもあれかなと思いながら、ちょっと気まずいのもありながら、ずっと外見てたんですよ僕。俺向こうからなんかおじさんが一人歩いてるんですよ、まあまあ歩いてる人別に見るじゃないですか、でこう見てたんですよ、歩いてはるわ思いながら、おじさんがこう近づいてくるんですよ、おいなんか来はったな、まあまあもう知り合いでもないしこっちに来ることはないやろと思ったら、こんな感じの形相でこっち近づいてくるんですよ、こっつい柄悪いよっちゃんなわけですよ。でわー来て、ちょっとだけ窓開いてたんですけど、コン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 って僕のとこ来たんですよ。はい、おい、ね、お前今見とったな、お前ね、わしのこと今見とったやろって言うんです。いやいや見るも何も歩いてはったから、まあ見てたかな、見てたと言えば見てたけども、じゃあ見てね、お前舐めてんのか、お前なんかテレビで見たことあんな、あお前調子乗っとんのか、お前さっきからガン飛ばしやがって、いやいや、そんなつもりないですよ、お前なんか降りてこい、ええか、ちょ降りてこいお前、いや僕もこんな言いがかりなんなんで、分かりましたよって言って出たんですよ。ほんなんもうめっちゃでかいおっちゃんやったんです、こうしてたから分からなかった、こらあかんと、こらあかん、もうムラムラ掴まれて、あこら負けると、ちょっと待てよと、相方がおるやないか、はい、相方の岩尾が助けてくれるやろと思って、頼む岩尾と思って、岩尾パッと見たら手の震えを利用して雑誌の袋閉じ破ってたと。みたいなこと言われて、なんとか、あそうか、まあ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 、いやらしいっちゃ、怖いですよ。2016年に皆さん覚えてはりますか、2016年、はい、2016年です、去年、ホッシャンの引退、何やったのあれは、で16時間で撤回っていう、そうですそうです、でもこれ皆さんはどうしたんとか思われますけど、いやあいつもともと本当にそんな人間なんですよ。僕もっと相方として言わせていただきますけど。で、それが、もう昔から転送でほんなら、なんかダンスする言うて。ほんで、ほちゃん、急に来おへんかったんですよ。で、あれ来おへんな、言うて電話しても、みんなで心配して電話したら、なんか、やっと繋がったら、友達が、死にかけてたから、
それを僕ずっと説得しててんとか、はい、いや嘘やん、ええ将棋でいやいやマジやねん、うん、いや嘘やんそれ、いやいやほんまやねんとかいう、そういう分かりやすい嘘つきよるんですよ。ほんでなんかまああのコンビネタ合わす時にずっと俺ホッシャンの家でやってたんですけど、ある日から全然入れさせてくれんようになって、なんかホッシャンこうなんかカリカリしておかしくなってた時があって、で入れて言っても入れてくれなかったんで、あれこれなんやろうなと。ででもあの理由聞いたら部屋が汚すぎんねんと、もう片付けられへんねん俺今ちょっともうおかしなってて、ほらちょっとそれ面白いからロケで行っていい言うて、でノリオ師匠招待みたいななんか一個あの上に乗せて、でまあロケ行ったんですよ。で部屋入ったらあのその時あの天才だったのファンの子からいっぱい物もらうんですけど、部屋開けた瞬間にもう服がもうこれぐらい積もってるんですよ、ずーっと向こうまで。ほんで開けたら変な匂いするし、うわなんやこれ言うて、あのほんまあのゴミ屋敷みたいな感じ。ほんで、え、何これ思って入っていって、で、スタッフさんと、うわ、すごいなって入っていったら、スタッフさんが、うわっって言うて、うん、で、見たら、なんか、亀のミイラが2個ぐらい置いてあるんですよ。で、いや、おっちゃんって言うて、何やぞ、この亀のミイラって言ったら、いや、死んで、いや、死んだんやな。死んで、埋めなって言うたら、いや、まだ埋められてへんねん、言うて。いや、埋めよう、言うて。マジで、もう、好きやったんやったら、すぐ埋めな、これ。うん、分かってる、言うて。もう、怖くなってきた。だいぶ行ってんな、星ちゃん。だいぶ深いとこ行っとんな、星ちゃん、思って。ほんで、先進んで行って、いや、これ、なんなん、いつからの服なんやってめくってたら、なんか、鍋出てきたんですよ。で、それ何や言うたら、え、4年前のおでんって言うんですよ。ほんで、いや、これ捨てや言うて、で、いろんなとこ見ていって、ほんで、冷蔵庫開けさせて、で、冷蔵庫バーン開けたんですよ。ほんで、もう、ものすごく腐ったんですよ。ほんで、ほっしゃ、冷蔵庫腐ってんだよ、言うて。卵ちゃう、言うて。卵が置いてあったんですよ。で、卵見たら、卵に、上、下、下、左、下とか書いてあるんですよ。怖い怖い怖い。ほんで、何これ何書いてんのって言ったら、あ、それ、ファミコンの必殺技って言うんですよ。ファミコンの必殺技ファミコンね。怖いね。ファミコンの必殺技、卵に書く。怖い、怖い、怖い、怖い。部屋汚かったから、もう紙がなかったから。怖い、怖い。白いもん探した卵に。おぉ、シュールやなぁ。この星ちゃん、やばいで、言って。で、ノリオ師匠入ってきはって、はい、で、ノリオ師匠の背中洗おう言うて、はい、で、お風呂にお湯溜めて、はい、ほなもう、ノリオ師匠も、何やこれ、もう、これ、もう無理や。もう、気持ち悪いな、これ、もう無理や。リオさん引くぐらいがよっぽどや。もう、俺、潔癖しないね、ここもう。頭おかしいやな、こっちだ、言うて。でも、もう入って、言うて、入ったんですよ。ほんで、水ブワーン、僕と、あの、ノリオ師匠でブワーン使ったら、水ザンバーン流れたら、もううんこの匂いがブワーしてきたんですよ。何の匂いや言うて。ほら、ノリオ師匠がもうパンツ履かんと、もうそのまま、俺もう帰ろうって帰らはったんだよ。もうすっぱだかで。ノリオもノリオや。頭おかしいぞ。もうコンビ別れた方がええぞ。こんなもん頭おかしいやんか。なんで目線ちょっと高いノリオ師匠が。なんでちょっと高いの。いや、もう俺は。お前のが心情低いやろ。お前のが心情低いやん。なんで目線高いの。ほんで俺これ、ね、とうとう、星ちゃん頭おかしなりよったと。そうやで。で、その1ヶ月後ぐらいに、大阪の MBS で、ロケやったんですよ。で、その MBS で待ってたら、12時ぐらいに待ち合わせやったのに、2時ぐらいまで来へんのですよ。で、あー、また始まったと。で、すいません、って僕言うてて、ほな、2時間後ぐらいに、星ちゃん来て、ほな、もうその時からもうおかしいんですけど、もう、したらペロペロして、向こうから、あいっせー、あいっせー、みたいなので来るんですよ。いや、何やこの感じ、怖いな、と思って、怖い怖い、と思ったら、そのカバンバーン置いて、で、どうすんのって言われたんですよ。ね怖っ、思って。いや、で、どうすんのやらへんから、おっしゃん。僕あんま強く言わなかったんで。
いや、おちゃん、あの、やっぱ、さっき謝らな、これ、うん。で、どうすんのって、もう頭おかしすぎんだよ、って言ったら、いや、で、どうすんのって言う。あかんかん。いや、で、どうすんのじゃなくて、ちゃんと謝らんと、ね、だから、で、どうすんのってなって、あかんと思って、お前ちょっと思って出ろって言う。僕あかん、思って出ろって言うから、何やれなったんですよ。ああ、ああ、あかん、あかん、あかん。どうした、どうした、どうした。急に家になってるけど、どうしたん、こっちからなりたいわ、みたいな。で、外連れて行って、で、星さん、どうしたん、おかしいやん、って言うから、うわー言うて、ここパンチですよ、これ。で、全然痛ないんで。いやいや、やめて。どうしたん、うわー言うて。で、僕も2発ぐらい我慢したんですけど、なんか腹立ってパーってどついたんですよ。ほんなら、うわーなって、で、これもバーンなって、喧嘩になったんですよ。で、MBS の、その、なんか、打ち合わせしてるとかが人がいっぱいブワッと来て、ほんなら、こちら誰の言うことも聞かれたんですけど、あの、隅純一さんが、やめときって言うたら、はいって言うてやめときます。知らないよ。隅さんの言うこと聞くんやな。まだ大丈夫やなと思ったっていう話で。隅さんの時だけ、はいって言うてます。それぐらい、いやー言うとったのに。いやだからあれはあれです、あの急に始まったわけでもなく前からね、そういうこういうバイオリズムというか持ってはる人なんで、ある人はで、星は大丈夫ってことやね、星は大丈夫、ちょっとずつこう出していった方がいいと、はいはいはい、ね、そうです、みんなでちょっと、ね、すいません、たまに気遣ってあげればね、うちの相方上田ご存知だと思うんですけども、はいはいはい、すごいあの常識人なんですね、もうその礼儀もちゃんとしてるんですけど、ちょっと一回だけちょっとしこりが残るような、うん、ちょっと事故みたいなのがありまして、あのうちの親父がもう早いうちに亡くなったんですよ、もう13年前に亡くなって、うん、でそのお葬式に、うん、まあ、その時東京出てきたんですけど、わざわざ来てくれたんですね、うん、上田が、うん、でずっといて、うん、まあなんかまあはっきり言ってあんま関係はないんですけど来てくれて、うん、そしてまあほらあのうちわだけでみんなでう、あなんか飲もうみたいな絶対ありますよね、お寿司とかなんかまあまあこうその時みんなでこう飲んでたんですよ、うん、そしたらうちの袋がまた余計なことになんかうちの生前主人はこうやってみんなで人が集まることがすごく好きでしたみたいなことを言う、そうするとでまたポロッと言い始めた、そしたらみんなが結構それをきっかけにちょっとなんか仲いい人が泣き始めたんですね、すいませんね、確かにあいつは好きだったみたいなことを友達が言い出して、そしたら僕もちょっと泣けてきちゃって、ちょっとこうなったら上田も、なぜここってなってたんですよ、だから俺ものすごい感動して、なんで人のね親父が亡くなったことで思い出話で泣けるんだと思って、うわーありがとうと思って、ね、したらなんかおふくろもやっぱ空気読んで、すいませんなんか締めっぽい話になってごめんなさいね、こんなんじゃないんです、本当主人もこんな嫌だったと思うんで、お腹空いたでしょ、なんか頼みましょうかって言って、すいませんちょっと出前もうラーメンとかしかないですけどいいですかって言って、はい、じゃあ行きますとこうやってこう出前を電話しようと思ったら、上田がいきなり口を開いて、あ、一つ大盛りでって言って、その親父が死んだ葬式ですよ、なんで一人もちょっと多めに来るんですか、最低最低ですわ、最低やな、ちょっと止まって空気は、その後お前あれはないって僕も言えなかったです、来てもらって泣いてくれましたから、最低やな、いやもう最低ですよ、未だにちょっともう一人ラーメンは食いに行けないトラウマです、これは問題提起、浜田もだって俺コンサート初めてコンサートダウンタウンでやって感動して2人泣いて抱き合ったのよ、はいはい、そのすぐ後にものすごく臭いうんこしてたから、それはしょうがない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 、流してなかったんだよそれを、それはやばいよ、興奮してたんです、うんこ伝えの仕方が、小杉ってほんまアホやっていう話なんですけど、はいはい、まあ、言い間違いが多いんですよあいつ、楽屋とかで喋ってる時にあのお弁当にあの桜漬けっていうんですかね、お信仰の、うんうん、それがものすごくピンクのあったら、うん、そっからもうスタイリストの人とか、まあ、楽屋一緒やってますけど、スタイリストの女の子にあの自分って乳首ピンクみたいなのを聞きまくるんですよ、うん、このピンクから、うん、でまあスタイリストさんメイクさんにも乳首ピンクみたいな、うん、でそこに、まあ、AD の女の子がブラマヤさん本番ですって言いに来てくれたんですよ、で急いで立ち去ろうとするんですけど、その女の子小杉呼び止めて急いで君はチンクみたいなもん言うんですよ乳首ピンクがチンクになってもうて一番アホやったんがあの家の引っ越し東京に出てくる時にあの間取り図あるじゃないですか、はいはい、でまあ
営業先でその間取り図どこにしようかなって見てたら、あのワッキーさんが、うん、どんなとこ物件探してんの一緒に見ようよって一緒に見てたんですよ、ワッキーさんと小杉が。でワッキーさんその時新婚で、おーこのリビング大きいやん、ここで俺嫁とエッチさしてよってワッキーさんが小杉の間取り図見て言うんですよ、うん、だから多分小杉はなんでワッキーさんにセックスさせなきゃダメなんですかって言いたかったと思うんですけど、うんうん、なんでワックスって言って終わった。ギュッとするな。ギュッとするわ小杉は。ギュッとしますね。一番ギュッとなってましたね。じゃあ、 あの相方の話なんですけど、僕の、まあ、相方も結構まあアホというか、なかなかですね、変わってるんですけど、うん、あの一番変わってるなと思うのが、もういろんなノートをずっとつけてるんですよね、はいはいはい、あの怪獣を自分で考えてみたり、うん、未来の彼女いつか出会うであろう彼女にずっとラブレターを書き続けてたりとか、はい、よくわかんないんですけど、なんか自分が考えたオリジナルの武器をいろいろ書いてたりとか。痛いわ、はい、またそれ見てほしいんですけど、はいはい、で一番長いことつけてるのが16歳から日記と、うんうん、あの食べたもんを全部つけてるノートがあるんですよ。でそれはもうずっと書いてるから、うん、書かすことなく全部書かれてるノートが2個あるんですよね、はい、ほんで1回ちょっとイベントとかで、うん、あの日記を紹介したいから、はいはいはい、16歳からの日記と食べたもののノートを1回全部俺に預けてくれと、うん、1回全部読んでええかって、うん、ほんなら「あええよ」って言って見せてくれたんですよ、はい、で読んでたら16ぐらい高んだ時なんで、ちょっと好きな女の子がなんかできて、うん、なんか体型をえらい気にしだしてるんですよ、うん、でちょっとダイエットをしなければならないみたいな、で食べたもんノートの食事がちょっと若干減りだすんですよ、はい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 、でもダメだ全然効果が出ない、うんうん、思い切った策に打って出ないとダメだみたいな書いてるんですよ、うん、である日そうだ卵ダイエットをしよう、うん、今日から俺は卵以外一切口にしないって書いてるんですよ、うん、で食べたもんノート見たら、うん、その日から卵しか登場しなくなるんですよ、うん、朝昼晩卵卵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 ずっと卵しか出てこなくなるんですけど、うん、10日後の日記読んだら、うん、ダメだ目が霞んできた。無茶やな。バランスやからね。ちょっとバランス悪すぎたな。こうやな。去年の今ぐらいかな、まあ、あのまずちょっと浜田さんの話になりますが、うん、まああのまあ何でしょう、ちょっと付き合いあったり、はい、また番組一緒にした人ならもうお気づきかと思いますが、尋常じゃないぐらい屁をこくじゃないですか。すごいです、ね、まあこかれますね、あれ何でしょう、年間何発こいてますか。どんなもんですか。あの神宮の花火大会超えてるんですよ。1万2000発すごいでしょ、本当にすごいですよね。僕あいつ肛門7個節っていう。一個で無理やん。もうすごいんですよ、もう番組中生放送やろうが何やろうが人のこのトークの落ち満枚ぐらいでもこくんですよ。もうこきたいと思ったらこくんですよ。でもまあ10発に1発ぐらいはなかなかの臭いのが、あと100発に1回がこれがもうすごいのが来るじゃないですか。で1回去年の今頃それでなくても今まで嗅いだこともないぐらい臭い屁を嗅がされて、お前何やと、体おかしいんちゃうかね。一回本当にうんこ出て殺されたみたいな。体おかしいんちゃうかと思って家帰ってびっくりした、これほんまですよ、ちょうどその臭い絵をこかれたぐらいの時間の時のまま時計が止まってた。あの時が大災害。マジですか。僕
あのいたずらがすごい好きなんですけど、いたずらが、はい、あのそのいたずらのターゲットは9割方やっぱ相方の藤田になってしまうんですよ、まあまあ近い存在というのもあるんですけども、ね、すごいリアクションがやっぱり面白いというか、うんうん、まあ、愛くるしいところがあるんで、まあ、ついついあいつに仕掛けてしまうんですけども、一回彼が自転車を結構使ってた時代があったんですけど、で止めてある場所知ってたんで、先に先回りしてサドルを抜いて、そこにブロッコリーを刺してたんですよ、うん、そしたら気づいた頃でしょうね、僕に電話がかかってきまして、うんうんうん、出ますよね、うん、そしたら開口一番、うん、俺のサドッコリーはって言ったんですだって思うんだよ。だからこいつのいたずらやめられないなみたいなところがありまして、数年前もですね、結構プライベートでも遊んじゃうんですけども、夜中2時3時ぐらいにちょっと寂しくなったんでバイクで飛ばして富士山の家に遊びに行ったんですよ、アポなしで。で、彼はあの2階アパートの2階に住んでたんですけども、アポなしなんで、まあその、ね、出窓から明かりがこう消えてたら、まあ、寝ちゃってるしそのまま帰ろうと、でもその時はカーテンが閉まってたんですけど、うん、その明かりがついてたんで、うん、あ起きてると、うん、でそのカーテンが閉まってるんですけども、こう裾にかけてこうちょっとこう開いてたんですよ、はいはい、あそこに顔出しちゃおうかなって思ったんですよ、うんうん、2階なんですけどちょうどなんかドラム缶もありましたし、うん、あなんとかそれをちょっとうまいこと動かして、うん、ドラム缶乗ったらちょうどこの2階なんですけど、こういうところにここに顔がこうやってできたんですよ、うん、で、中を見ましたら可愛くちょっとこうベッドで横たわりまして、うん、テレビでも見てたんですよ、うん、で目が合うまで絶対やってようと、結構冬場で寒かったんですけど、ここはやっぱりいたずら仕掛けてるからにはやっぱゴールがないとダメだと、ずっと待ってた、で20分ぐらいずっと待ってたんですけど、ようやくちょっとこうテレビが CM に行ったんでしょうか、ザッピングしだしまして、キョロキョロしだしたんですよ、それでパッて目が合った瞬間にバザッて布団にこうやってかぶったんですよ、そうです、もう完全にビビってるわけですよ、2階夜中2時3時顔がありますから2階に完全にビビってると思って、そのまま僕は帰ったんですよ、何もしない、何も言わずにで次の日一緒に仕事ありましたんで会ったら、開口一番、大村聞いてくれ、出たよと、道理で立地条件の割には家賃が安いはずだ、幽霊物件なんだよ、熱く語ってくるんですよ、もう笑いそうになったやつをこらえて、じゃあお前なんだ今日は怖いのかと、怖いと、じゃあ俺が遊びに行ってやるよっつって遊びに行ってあげたら、その中に入りましたら、その出窓のところに茶碗一杯の塩が持ってあったんですよ、持ったなー、かわいいなと思って、何やんか、なんかね、ちょっとこわもてな感じやけど、そうですよ、やめられないんですよ、以前の場合は愛くるしいな、目が離せんな、まあ、先ほど相方さんの話されてたんで、僕にも川島という相方がいまして、川島くんね、はい、まあ彼はですね、よくネタを飛ばすんですけど、うん、コンビネタを、うん、で飛ばした時に、うん、なんかそれをごまかすために、うん、よくわからないんですけど、ポンって言うんですよこれはなんか本人的にはそのギャグらしくて、うん、そのらしくてネタを飛ばした時にそのブッポンブッポンっていうのでお客さんの気をそらしてその間に自分でネタを出てこない、でなんか喋りながらブッポンブッポンって言って、まあ、そういうもともとギャグらしいんですけど、うん、でそれで、まあ、ひどい時は結局ネタが戻ってこずブッポンブッポンブッポンどうもあざしたって言ってあるんですけど、はい、で初めてテレビ局にオーディションで行きまして、はい、でエレベーターで1階で待ってたら、で川島前にいて僕が待ってたら、チーンって開いて目の前にミノモントさんがいらっしゃったんですよ、で挨拶しなきゃと思ってああと思って、川島もテンション上がってなんかああブポーンって言ったんですよっていう、ミノモントさんの目の前に初めてブポーンって言ってでバカっつって恐ろしいおはようございますが、もう出てきてくれないから、テンパったりすると僕って気を紛らすための話なんですけど、もともとギャグであったんですまあ川島君にここ来なくていいよって言うといてさ、ね、ブポンだらけになるから、ブポンで、そうブポンで、よろしくお願いしますね、コンビ組んでた時の話なんですけど、星さんの家に行って、
あのネタ合わせしてたんですね、うん、でネタ合わせしててよ夜ですよ、うん、でネタ合わせしててで、まあ、まあ一応合わさったからできたから、うん、ちょっと俺さっきお風呂入るわ言うてでお風呂入ったんですよ星ちゃん、うん、で僕暇やなと思ってこうタバコ吸いながらこうテレビ見てたんですよ、うん、ほんで星ちゃんがなんか石鹸の皿かなんか取ろうとなんか出てきよったんですよバッて、うんうん、ほんなら急に、うんお前おらー言うて僕のことバッチンどつきよったんですよ、うん、ほんでガーンどつかれたからなんじゃお前言うて僕もバーンどついたんですよ、うん、ほなおっしゃもバーン倒れてヒューなってるんですよ、うん、でなんやねんって言ったら、うん、今お前が吸うてるタバコおじいちゃんのラス位置じゃもう一本僕住んでた死んだおじいちゃんの病室にあった一本だねそれ言われてでも僕は知るかいなんでやどっちの気持ちも分かるなそうですねなあボーンと置いてあったタバコなんてなごめんな我が輩のミス会に樋口くんというのがいるんですけども、はい彼が最近本当すごいねコメントがブレるっていうすごい重い病にかかってましてコメントがブレるコメントがブレるっていう重い病にかかってましてですね大病ですよねいろんな番組出た時にやっぱりコメントがブレるんですよまあ例えばこのギャル曽根ちゃんとロケに行ってた時に、まあ、ギャル曽根ちゃんが、まあ、我々が行って横でこのスパゲティ的なものをねこう大盛りすっごい量ですよそれをガッと食べてると普通横に立って見てるお笑い芸人さんならうわすごいなと、うん、この見てるだけでこっちが満腹になるわすげえなギャル曽根みたいなことになるじゃないですか樋口君はそれ見て本当に真剣にうわパセリも食べるんですかみたいなことを言うんですよどれでんなそこじゃないその時もすごい怒っていやギャル曽根ちゃんはパセリも食べれる好き嫌いのないとこが売れる原因じゃないからとボリュームやと、うん、量で売れてきたからってことすごい説教したんですよ、うん、いきなりもう説教、うん、ほんで他にもいろんなコメントブレることあったんですけど、うん、もうこいつあかんなって思ったのが、うん、草屋のね、うん、草屋のロケに行ったんですよ、うん、だからそんなにそんなすぐ分かるでしょ、はいはい、草屋をこう突きつけられたら、うんうん、うわ臭い臭い臭い無理無理無理、ねうん、もうこれがほんまもう常識じゃないですか、うんうん、方程式だよ ね、うん、それやっとけみたいなとこあるじゃないですか、うんうん、樋口がその草屋焼いたの食べてくれって突きつけられた時に食べまして、うん、うわ匂い我慢できるけど味まずいって言ったんですよ逆逆しかも草屋を全否定やし両方だよねそういう時にこいつあかんなってちょっと思いましたオンエアもできへんし、さやに失礼やし。そうなんすよ。大変な相方だね。大変なんですよ。大変な相方持つと本当大変ですよ ね、 本当ですよね。うちの井上さんもかなりですからやっぱり、もうヘッドホンでもう音楽聴いてんのにバイブの携帯を取ってそっちうるさいなって言いますから。どこ遠いとこ。いやでも天然なんですね。怖いんですよ。本当怖いんですうちの相方なんですけど。何て言うんでしょう何も考えてへん何かこうな何も気にしないみたいな風に映ってるかもしれませんけど結構ナイーブな男でもありまして、はい、5年ぐらい前ですかね番組の収録があってで途中でその番組の中でクイズコーナーみたいなのあるんですけどちょっと大喜利チックで、まあ、基本的に芸人さんはちゃんとした答えも言わへん、うん、変な答えを答えてみたいな感じのコーナーやったんですけど。まあ、観覧のお客さんもちゃんと入っててで、まあ、みんなが手を挙げてなんかボケたりした答え言うとわーって笑ってるみたいなで鈴木がバーって手を挙げてボケたりするとウケなくてしかも さらにこのえーって言われる最悪の流れで何遍鈴木が手を挙げてなんか言ってもえーとかつまんないとかいろいろ言われる感じだったんですよで、まあ、その1本目が終わって2本目もあるから2本目の間にまた楽屋戻ってみたいなで滑ったなくっそ滑ったなって言ってんですよ、あいつが珍しいなみたいな、で2本目ちょっと取り返す絶対取り返すって言ってて2本目始まってそのコーナーになってまた手上げて言ったらつまんないってなってそっから鈴木一切手上げなくなったんですよもうできないみたいなもうビビってもうて、うん、でそっからもう完全にあいつの中でオフになったなっていう感じはしてたんですけどでアイドルの女の子みたいなのがいて、まあ、最後全然関係ないんですけどこの中でなんかこう理想のタイプの男性いますみたいな振り来てで鈴木さん以外だったらみたいなボケしてるんですけども鈴木はもう完全にオフって持ってるから、うん、笑ってうなずいてるだけなんですそのいじり返すとかでもなくおっととかも言わずに俺って、ねはい、でその
終わりで次の日あのネタ番組の収録やったんで、そのまま2人でホテル泊まってネタ作って合わせて、そのまんま行くみたいな流れのちょっと忙しい時期やったんで、でホテル泊まって僕の部屋の方で2人でこう台本書いてネタ合わせしてたんですよ。でここはちょっと早めに突っ込んでもらってって言ったら、でちょもうちょっとここはちょっと考え落ち気味なとこあるからちょっと一瞬待ってもらって突っ込んでたら、でここは三段落ちになってるかったら、ちょっと使っちゃーって急に大声バーン出されて、どうしたどうしたって苦しい、はー苦しい、滑りすぎすぎ滑りすぎて苦しい、滑りすぎて苦しいって言って、おいおい大丈夫か大丈夫かって言って、ちょっとマネージャーやらその明日の番組のディレクターに電話するから、いや大丈夫、とりあえず寝かして、とりあえず寝かして、寝たら治るからちょっと寝かしてって言って、僕の部屋をガチャパターンって出て、向こうの部屋でガチャパターンってな音が聞こえて、あーって寝た音が聞こえたんですよ。これ結構やばいやつやなと思って電話して、マネージャーとかディレクターに電話して、こう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 でもうちょっとなんかこう苦しいってなってんですけどみたいな、まあとりあえずじゃあ朝まで待ってみて朝の様子見て考えようみたいな風になって、朝起きて鈴木のとこ行ったら鈴木ケロッとしてるんですよ。普通におにぎり食べてて、昨日ごめん昨日ごめんで本番前にリハーサルの時間あるから、リハーサルをもうそのまんまあの同じそのスタジオの中で客入れずにやるみたいなでやってたら、僕のボケに対して次のボケのツッコミを先にしてくるみたいな、でいや鈴木それ後のやつやでしたら、はいって言うんです、で鈴木鈴木俺俺俺俺はいって言うんです、もうこれあかんあかん鈴木あかん、ずいぶん参ってるわと、じゃあこのまま病院行けって言って病院行ったんですよ、連れてって、で病院行ってみたらやっぱりその神経的なもので神経的なものにやられて胃がちょっと荒れてるみたいな感じになってたと、でどういうなんかこうそれらしい原因とか分かりますかって医者の先生に聞かれて、鈴木は正直にそのまま答えたんですって、ある番組でこうこうこうですごい滑って、でそれでもなんかどん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 へこんでいって、それでなんか気分悪くなったんですって言って、ほんで医者の先生がでしたら今後はなるべく滑らないようにって言ったというそういう話です。どんどんトップがあったな、そうか、ダメな医者やな、やばそうだもんな、わかんのちゃうしね、もう言う言葉ないですね、そういう一面あんねんな、僕しずるというコンビでやってまして、であの相方にあの池田というものがいるんですけども、その池田の話なんですけど、仕事とかであの衣装を発注した時にしずるの村上様、しずるの安倍様って普通に書かれたりするんですよ、全然その日に出演者に安倍なんていないのに間違えられてて、でそんな話をちょっと打ち合わせで違う番組のディレクターの人に話したら、それひどいねっつって笑ってたんですよ。そしたらその番組当日になったら台本見たら池田のとこが武田になってたんですよ。もう人にどん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 舐められる才能があって、こいつどんだけ舐められるんだろうなと思ってたら、あのレッドカーペットに出させてもらって、はい、あのレッドカーペット賞を取った日があったんですよ、はい、でその次の日、はい、学園祭がありまして、で高校の学園祭だったんですけども、そしたらあのもう前の日に見てて、しかもレッドカーペット賞取ってるもんだからすごいギャーってなって、はい、で俺たちも一個ステージが、はい、ここまで来たんだと、うん、でもちょっとしたもうおごりですけどもスターになったような気分で、でネタもバン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 受けて、はい、うわこれしずるここにありと、しずるの名前も轟いてきたな、もうもちろん僕も受けますし池田も受ける、でうわやこれでよかったと、でエンディングがあった時にあのゲームコーナーがありまして、そこで池田があのゲームコーナーでなんか早口言葉を言うんですけど、そこで思ず噛んでしまった、はい、そしたら何とも言えない苦々しい顔を池田したんです、そしたらさっきまでキャー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 って言ってた女子コースの一番前の列の女の子が池田の顔見て、池田の顔って言ったここまで舐められるんだこいつと思って、そういうなんか星の下だよな、星の下、うちの相方博多華丸さんってそうです、ね、カビラジェイさんのモノマネをされてるんですけど、このワールドカップイヤーってもうカビラさん需要がものすごく高まるんですよ、うん、そりゃそうだわ、でも冷静に考えたら花丸さんがモノマネするまでカビラさんってあんなにムムって言ってないんですね。ちょっと誇張したからね、花丸がムムって言うとカビラさんも負けじとムムってきてこうもうお互いがお互い相乗効果でものすごい今忙しいんですよ。で実は僕ら福岡で CM3 本やらせてもらってるんですけど、JA バンクと HIS とあとパチンコ屋のプラザっていうやってるんですけど、僕と花丸で出てるんですけど、最後の決め台詞は花丸の J バンクと HIS でハワイに行くとプラザムムなんですよ、にあの楽天カードの CM がガンガン流れて、今カビラさんどんどん出てますから、今福岡県内にムムが溢れかえってる
はい、めっちゃみんなやるな。そんな中あのカビラさんとここまで行けるんならということか知らないですけど、この前花丸さんピンで沖縄の仕事が入りまして、余裕聞いたら DJ の仕事だと、うん、DJ なんかやったことないですよあの人、何っつったら余裕聞いたら、ジョン・カビラさん、カビラ爺さんのお兄さんがやっている DJ イベントが、ジョン・カビラさんが出れなくなって、カビラ爺さんにオファーしたんですって、うん、だからカビラ爺さんも出れなかった、出れなかった、うん、じゃあ博多花丸でいいんじゃないかって違う、全然違う、すごいな、英語が一言も喋れない花丸さんが呼ばれていて、沖縄県中を敵に回した全然違うねんけどな、はい、うちの相方の話なんですけど、あの、はい、ヤスという師匠、はいはい、コンビ組んでました、いい人です、ヤスがあの0か100の男で、うん、いいなと思ったことは 100% 吸収するんですよ、うん、素直に、はいはいはい、まあもう無関心だともう何もしないんですけども、そしたら、そんなヤスがですね、ある日、毎年夏に、10日間の関根勤さんの舞台をキャインとか僕らも出てやらせてもらってるんですけど、はい、ラッキーさんとか、はいはい、冠婚金っていう舞台をやって、はい、1ヶ月稽古があるんですよ、うん、で稽古バーッと、まあ、5時間ぐらいですかね、やった後終わった後、いつも関根さんとか時間ある時残ってみんなで喋ったりふざけたりして、でそこからまたネタができたり、そのまま食事に行ったりして、うん、それで話してネタができたりするんで、結構みんな残ってわーって、はい、でみんなでこうヤスとかもね、ウドとか天野も残ったり、はい、岩井川とかみんな残ってやってたのに、はい、ヤスがある日から終わってわーって用務のにスケジュール一緒ですから大体、はい、でそんな仕事もなかったですから、でスッともう終わってから、お疲れ様でした稽古以上ですってからみんなこう喋り出すのに、はい、スッと行ってなんかスッと着替えてスッと帰っていくんですよ、盛り上がって、あれどうしたんだろうな、おしゃべり好きやん、おしゃべり好き、うん、しかもあのなんかなんていうかお疲れ様でしたってこんな感じで急に帰ってくるんです、スーッと、それが1週間続いたんですよ、で俺でだんだん関根さんもよし体調悪いのかなって、なるほど、あこれやばいと思って、うん、じゃあ俺聞いときますって言って、うん、ある日本番前に仕事のヤス最近さあれ、うん、スッと帰るけどあれどうしたんだっつったら、うん、まあ喫茶店だったんですけどアイスティーをカランコロンって混ぜから、うん、いや相方実はねっつっと、うん、相方すごい格闘技好きなんですけども、うん、格闘技雑誌で現役時代のマサトさんがインタビューに答えてたと、うん、ジムに練習終わってからジムにいつまでもグダグダ残ってるやつに強いやつはいねっつってんだよいやヤスはねちょっと違うぞヤスジムじゃない、うん、ジムじゃないしで、ヤスまずアイスコーヒー、アイスティー飲めっつって何何落ち着けどうしたのいや、あれほら、いつも毎年やってあそこから盛り上がってるじゃん、いやでもちょっと俺もそうかなと感じてるとこあるんだとちょっとしばらくやらせてくれと、うん、あーもう吸収しちゃったんだと思って分かった分かったっつってルックス全然ちゃうけどね、うん、まあ、クシゲさんは理解してくれるんで、そういうの、あそうか、ヤスに試させろっていう人なんで、じゃあ後日報告しようと思ってそれで本番に入ったんですよ、うん、したらさあ次はこちらです、司会者が紹介した時、どうもズーもどうもドンですって言ったんですよ、ドバーッと噛んじゃったんです、ズーも噛んだんですよ、それ以来次の日から一番最後までいるようになりました本当小島にあいつがやってんじゃないかってぐらい稽古最後も残ってで神様くれたんですよ、ここでお前滑っとけと気づけと、しかもどんもどんって言ったんですよしたらもう最後まで言いました、いつもほんで最後携帯財布チェックいいですかって言ってみましょう管理人さん今ではね一番最後まで残ってますよ、慣れんことはせん方がいいですね、いや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 、格闘技好きだそういう尊敬してる人とかのあれをシャッとリード、でも格闘技って我々違いますからね、気持ち一緒かもしれませんけど、あとで喋ることがジムみたいなもんです、そうなんですよそうなんですよ、勘違いされてます、僕 の, その相方の弟とも組んでまして、はい、すげえもう可愛いぐらいバカなんですよね、うん、一緒に今も住んでるんですけど、はい、僕が味噌汁作ってて、りょうちゃんちょっと味噌足んねえから味噌買ってきてくれって言ったら、はいよーって言ったらキャベツ買ってくるぐらいバカなんですよ。すげえ、もうバカめーと振り切ってるんですよ。で、ちっちゃい頃からもうなんていうんですか、バカで、脳天気なんですけど、はい、その、活発なんで、よく頭を怪我してくるんですよね、はい、学校の階段から落ちて頭打ったとか、その友達の親にどっか連れてってもらうときに車で頭挟んだとか、もうありえないんですけど、公園のこのシーソーあるじゃないですか、はい、うん、
シーソンはここで頭挟んだって言うんですよ。あわざと言ってんだろ、うん、もう言って絶対無理じゃないですか、うん、もそんなことやったら、うん、頭のここがひび入っちゃって、うん、こう脳がこう出るっていうか、うん、頭の形が変わってんですよ、うん、これ大丈夫って言ってたら、うん、でも本人は平気なんですよ、うん、あ大丈夫大丈夫、うん、みたいなこと言ってんですけど、うん、親はもう怖いじゃないですか、はいはい、なんでも病院連れてくっつって病院連れてたんですけど、はい、先生がこれもう骨だから、はい、手術とかそういうのできないから、はい、コルセットみたいなのかぶって、はい、でこうコルセットみたいなのかぶって生活してたんですけど、はい、治ったらまた頭怪我して、治ったら頭怪我してって、もう言ったら半開きみたいになってるんで、はい、もう開きやすいんで、はい、すぐここはボコって出ちゃうんですよ、はい、でコルセットをつけるんですけど、はい、子供の成長ってやっぱむちゃくちゃ早いんで、はい、頭がでかくなるから、はい、コルセットも入んないんですよね、はい、前つけてたのが、はい、でそんな1個5万円ぐらいするんで、はい、でうちのおっかがいや貧乏だからそんなんないよって言って、はい、近くのホームセンターで、はい、あのバイクのフルフェイスを買ってきて、こうそれ白いフルフェイスをかぶってなんか子供のフルフェイスみたいなのかぶって学校こうやって行ってたんですよ。で僕が1学年上ですから2階の教室で社会の授業をこうやって受けてたら、下でパッと見たら運動場で弟が頭怪我してんのに体育でサッカーやってるんですよ。おー大丈夫か大丈夫かって見たら、みんなからボンバーマンパスパスパスって涼ちゃん涼ちゃんそんなダメだよって言ったら、へへへって言ってメット返ってた。おいおいおい大丈夫だよだいぶですね。そうかあだ名ボンバーマンね。バカだね。バカですよ。ちょっとお笑いライブの話なんですけども、2年前ぐらいにで僕が3人で相方3人でやらせてもらってまして、あのお笑いブっていうのは大体のネタのコーナーとちょっとしたこうゲームコーナーみたいなありますよね。でその時僕らネタもあって、その後にその3人の中では僕だけがそのコーナーに出るってことになってて、でライブもそのネタの部分も終わって袖のちょっと薄暗いところで僕スタンバイしてたんですけども、で自分のちょうど出番があるからちょっと行こうっていう瞬間パッと見たら薄暗い中に相方がいたんですよね。山本という相方がいて、うん、あ、分かったと、多分それで見学したいのかなと思っているんかなと思って、はいはい、でこう出る瞬間にたまたま僕がさっきほじってた鼻くそを持ってたんですよ。なんか、なんかこう本当にこう手遊びな感じでこうやったらたまたまあったんで、出る瞬間にちょっと本当にいたずら心で、うん、ちょっと山本ちょっと持っててくんないって言ったんですよ、うん、もう大体もう汚ねえよって言うかなと思ったら、うん、暗いもんやから普通に、うん、おいいぞって持ってくるんですよ。あれと思っておかしいなと思って、でまあいいやと思って出たんです、うんうん、で舞台出てなんか大喜利とかこうやって先輩たちとジェスチャーゲームとかやってて、うん、10分ぐらい経ったんですよ、うん、ほんでふとパッて舞台袖見たら、うん、薄暗い中で山本がまだこうやってちゃんと持ってたんですよ。そうです。ほんで袖戻ったら、うん、初めてなんですけどそんなもん返されたの、うん、おこれさっき預かってたやつです。話を返されたんですよ。そうです。で後々聞いたらなんかビーズかなんかと思ったみたいな。ちゃんと帰ってきました。鼻くそが真面目いやいいですね。まあ僕まあ普段コンビでやってるんですけど、ね、結構一人の仕事も、うん、ピンの活動もまあ多くて、うん、多くてっていうかもうほぼ会わへん期間の方が長い時あるんですよね。 あるある。でこう僕コンビなんですけど、マネージャーからはお互いの仕事のやつが全部メールで送られてくるんですよ。だから僕が何やってるか相方も知ってるし、相方も僕が何の仕事やってるか知ってるんですよね。で僕大体収録が多いんですけど、僕の相方何なんこの仕事みたいなのがあるんですよね。でイクビクシャンがスポーツジムのティップネス営業スポーツについて語るイベントですと、で出演サバンナヤギ中山筋肉ティップネスインストラクター笹井さんってなってたんですね。誰と何の仕事すんねんと思って、すごい仕事。ほんでその当日の2日前ぐらいに笹井さんのスケジュール NG のためバラシになりました。誰のスケジュールでバラされとんでみたいな。笹井さんに振り回されてる。笹井さんでアウトなのか言ってで結構そんなのがよくあるんですけど、この間びっくりしたのが、僕テレビの番組大阪で収録やったんですよ、うん、
で、ヤギ。園田競馬場で、ゆるキャラのちっちゃいおっさんの愛犬と15分漫才って感じたんですよ。こんなことあるかと。ゆるキャラのちっちゃいおっさんと漫才だけでもなかなかない話だった。ゆるキャラのちっちゃいおっさんの愛犬と15分漫才。俺も愛犬おることも知らんから。何やこれと思って。ほんで僕相方に聞いたんですよ。これ何なんて言って。いや俺もわからへんと。でも多分、うん、ちっちゃいおっさんに愛犬のゆるキャラがおるんやろと、なんかちっちゃいおばはんっていう奥さんがいたりとか、ゆるキャラのちっちゃいおっさんの愛犬っていうゆるキャラがおって、そのゆるキャラと15分漫才するんやと思うと、うん、でネタどうすんの、うん、いや何にも決めてないって当日中の人とネタ作るわって言ってたんですよ、うん、15分長いで、うん、でもまあなんとなくいけるんちゃうみたいな感じだったんですよ、うんうん、ほんでその日僕朝仕事も一緒やって、新聞にも結構でかく広告載ってるんですよ。園田競馬場15時サバンナヤギとちっちゃいおっさんの愛犬と漫才って、ちっちゃいおっさんそっくりのゆるキャラの絵が描いてあったから、あこういうことなんやと。ほんで僕普通に収録やって終わって東京に帰ってくる新幹線で携帯見てたらツイッターに僕のファンの方がそれ見に行ってたんですよ。ヤギさんがそのだけ場所で大変なことになってますどうしたって言って写真が添付してあったんですけど、ゆるキャラでも何でもないこれぐらいの普通のパグを僕の相方が舞台でこう連れてる写真なんですよ。ゆるキャラのちっちゃいおっさんの愛犬って普通の犬なんて。びっくりして僕。ほんで次の日に相方にすぐ聞いたんですよ、うん、あれ一体何やって、うん、いや正直俺もびっくりしたと、うん、相方さん入っておられますって言って楽屋通されたら、うん、柱に一匹のパグが来たで、うん、僕の相方の弁当を食うてるんですって、うん、で普通怒るけどまあこれもコミュニケーションかと思ったらしいんですでこの犬と15分やってくださいって言われたんですね。犬と15分ってどうしようってなって普通断るじゃないですか。で僕の相方はでもやれって言われてるしやらなあかんと。で僕の相方が唯一思いついたネタがわーって犬連れて行って、この犬天才犬なんですよ、1たす1はって言おうと。ほんなら僕の相方の想定では1、うん、1個少ないわで、うん、か、ワンワンすごいでしょ、うん、かわんわんわん一個多い、うん、どのパターンでもいけると。仕掛けなしやった僕の相方の考えではどのパターンでもいけるぞっていうことで、うん、パグ連れて舞台に出て行ったんですよ。ほんなお客さんはパグやん、ヤギさん連れてる犬やん、何これみたいな、うん、で1たす1はって振ったら、はい、パグが何にも吠えずにまあそうだね。まああるわな。って言いながらステージを走り回るらしいんですよ。だから15分僕の相方は1たす1は1たす1は1たす1はって尋ねてる横でパグがハッ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 って言ってるだけの15分なんですよ。あまりの地獄絵図に最後の2分大爆笑やったらしい。形状が効かないな。ほんでさすがにそれ僕マネージャーに怒るやろなと思って、僕の相方、うん、もう犬とは無理やでって言うかなと思ったら、ちょっと今後、うん、吠えへん犬はやめて吠えたら OK なんかよお前あの人すごいね、うん、あの人ええわ、あの人いいと思うわ。あの相方の浜田さん、はい、結構なんかキャラクター的にね、はい、怖いもん知らずみたいな、はい、その根性座ってるみたいな、はい、なんか感じじゃないですか、はい、で昔ね2人で、まあ、全然売れてない時ですよ、はい、なんか余興というかもう営業にね、はい、2人だけもうマネージャーもついてきてない頃ですよ、はい、行かされたんですよ、はい、でなんかこう漫才前ぐらいに緊張しよったんかな、もうなんかトイレ公衆便所みたいなとこ入っていったから、ちょっと俺おもろそうやからずっとついていったらなんかお腹下してたみたいでうんこしとんねん、はい、でさーっと入っていってあいつのそのうんこしてるとこのドアをバーンって蹴ったったんですよ、はいはい、そしたら、はい、あの根性ありそうに見せてるあいつ、はい、
出てきたでしょ。出てきた時ももうなんかそうなんだ。出してねえ、出してねえ、なるかなと思ったね。所詮あんなもんなんですよね。うちの相方の日村なんですけど、はい、まあ、皆さんもあの本番前とか歯磨いて本番に行く人とか多いと思うんですけど、はい、うちの日村もすげえ磨くんですよ、うん、2回ぐらいで開口一番すげえもう臭いっていう、もう意味が分かんないんですけど、これがですね今年の夏なんですけど、僕ら毎年ライブやってるんですけど、うん、稽古立ち稽古やってて、そんな激しい場面じゃなかったんですけど、普通に会話のやり取りをする場面で日村さんの前歯がポロッと落ちちゃったんですよ。これが差し歯とかじゃないマジ歯の前歯でも、まあもう血も出ないし痛みもないんですよ、ポロッと取れた。いよいよ、いや、もうこれ本当やばいよ、やばいよ。で、歯がなんとなく弱いみたいなのは僕も聞いてたんで、ゴムパッチンの罰ゲームとかなんとなくちょっとこっちで噛んでんなってかは知ってたんですけど、やらしい、やらしいこと言うな。はい、前歯これで、これいよいよまずいよと、芸能人は歯が命なんつってで言ってたんですよ。でそんなことがあったから、ラジオなんかでもそんなことありましてみたいなこと話してたら、ラジオにメールが届いて、歯科助手の方から、日村さん、その前歯の話したついでに、スキッパがありません、下のこの前歯のところにちょっと隙間が空いてたんですよ、あ、確かにと、これ俺も組んでからしばらくずっとあんまりちゃんと見たことないけど、スキッパじゃなかったのにスキッパになってる、で、あ、これだからもう歯茎全体あれなんじゃないかなみたいな話になって、そしたらそのメールの続きがあって、日村さんもしかしたら、奥歯がないんじゃないですかみたいな、要はだから歯が抜けると、要は開いていっちゃって隙間なってんじゃないですかって、歯科助手の方だから職業柄テレビを通してそれを指摘してきたんですよ。で、いや奥歯ないってそんなのね日村さんつったら、ないよって言って、俺18年間組んでて奥歯ないとか一言も聞いたことないですよ。でホームページにこのラジオの見たいっていうメールがすごい来たんで、写真撮ってアップしようっつって、口開けて写真撮ろうよっつって、そしたら奥歯、下の奥歯の左右 1,2,3,4 本の奥歯が全部なかったんですよ。はい、でよくよく見たら、その4本プラス1個前のやつもなかった、計5本なの、だから、9本しかないわけです。これでだ9本しかないプラス前歯、もうその横にボンドでくっつけてるみたいな治療の仕方なんで、前4本使えないわけですよ。ってことは日村さんは5本ぐらいしかないんですよ、使える歯が。しかも歯ってご存知の通り上下で噛み合わせないとあかんから、ってことは、で日村さんが使ってるのはこの糸切り歯の横の1本と糸切り歯だけなんですよ、この上下。俺びっくりしちゃって、歯なかったのって、つか前、その歯が、前歯が抜けた時点で奥歯もない話しないんだと。そう、これで、それからどうやって飯食ってんだろうと思っちゃって、で、はい、で、なんかいろいろ食う仕事とかもあったりとか、まあ、その時はロケで、俺ちょっと斜め後ろからロケバスで、日村さん弁当の時間ちょっと、あいつ歯がなくて飯をどうやって食ってんだろうと思ってそっと見てたら、まあ、パッと入れて、横から斜め後ろから見てたんですけど、噛む時だけ外向いてこうやって帰ってくると、もう何もないんです。だからちょっとこう、ちょっとこうちょびちょびって飲むっていう食べ方を。で最近日村さんに、日村さん、まあもう歯がない、そのくだりも結構喋ったから、もう俺的にはもう普通になってるんで、最近日村さん何が厳しかったと、食べるのに何厳しかったって聞いたら、梨が食べられなかったっつって、果物の梨がきつかった。あんなみずみずしいのに。そんな硬くもないし、サクッといけるんすよ。もう驚いちゃって、そこら辺の公園のおじさんもあるよって言って、あるよ、もっと歯あるよって言って、ハハッと笑ったんですよ。すごいな、噛めってんのね。噛めない話、噛めない話、歯もない噛めない話、そんなやつとは思えへんかった。
ですね、銀シャリという漫才コンビで普段漫才させていただいてるんですけども、はいはいはい、うちの相方がちょっとまあ変わってるとか抜けてまして、はい、それちょっとイライラすることが多いんですけども、はい、この前もなんか息ってくわえタバコでシャワー浴びてジュッて消えてしまったりとか、はい、ちょっと息って、うん、あとなんかその差し入れであのカステラをいただいたんですけども、食べる直前にポロッと落としてしまいまして、もったいなんでちょっとアロテクル言って水道水でカステラって全部なくなったりとかそういうのが多々あるんでちょっとイライラするんですよ、ね、ただ唯一それはちょっとかわいそうやなっていう話がありまして、うちの相方名前がうなぎという名字なんですよ。あの魚辺の、あの皆さんかば焼きでおなじみの、あの漢字一文字でうなぎという名前で、日本で6人しかいないらしいんですけども、うなぎ君26歳なんですけども、26年間一度も女性とお付き合いしたことがなかったんですけども、23歳の時にですね、一度だけ付き合いそうな女性が現れまして、何回もデート重ねまして、あこの人は付き合えるんじゃないかなっていう人が現れたんですけども、そろそろ告白しようかなと思ってる矢先にですね、その女性の方から呼び出されまして、ちょっと将来を考えると無理っつって断られてしまったんですよ。まあ若手芸人なんでやっぱり収入も安定してないですし、やっぱ後々のねこと考えるとやっぱしょうがないんかなと思ってたら、よくよく聞いたらそういうことではなくてですね、その女性の名前が重ねるに子供って書いてしげ子っていう名前だったんですよ。だから結婚するとうなぎしげ子になって完全にうな重って呼ばれるから嫌だっていうことになってそれで断られてしまった誰を恨んでええのか、いや切ない話ですよね、すげえ相方のお兄ちゃんの話、お兄ちゃんやな、はい、僕お兄ちゃんとやってるんですけど、まあ、今はすごく仲いいです、うんうん、すごく仲いいんですけど、僕に対してずっと立派な兄でいなあかんという意識があるんです、うん、お兄ちゃんだから、お兄ちゃんお前のお兄ちゃんやから俺はなんか何にも屈さへんぞって、まあ、すごい弱いんですけど一回その、まあ、マクドナルドで僕らちょっとネタ合わせしてまして、はい、で夜中で、まあ、ネタ合わせ深夜バーってネタ合わせしてたら後ろに女の子が座ってたんです、はいはい、で女の子一人で座ってて、まあ、おかしいなと思ってたら、だから酔っ払いがね来てね深夜なんで、うん、でその酔っ払いが、まあ、女の子と全然知らないじゃないんですけど、うん、席について女の子の席について、うん、女の子なんか口説き出すという、なるほど、姉ちゃん何してんねんみたいな、うん、バーって言って、で僕もこう気づきながらお兄ちゃんと、ね、うん、でもまあ我関せずでもネタ合わせバーってしてって、で、ね、もうずっと酔っ払いが何してんやな、ちょっと飲みに行こうやみたいな言ってて、うん、それあるもうお姉ちゃんがあまりにもその無視するもんやから、うん、酔っ払いがカーって頭にきて、はい、てかお前ブスやな、ひどい、うわ、はあ、で僕もそのこう座りながらお兄ちゃんとこう目が合うわけです、うん、でお兄ちゃんもなんかこうどうしよう、うん、でも弟が見てる前やしなんか、うん、でも俺も無視できへんなみたいな、うん、なんかこう複雑な、うんうん、でお前ブスやなってこう酔っ払いが言った後に、うん、僕のお兄ちゃんになあ兄ちゃんお前もそう思えろこいつブスやろって来たんですよ、うん、でその瞬間に僕お兄ちゃんとパッて目が合って、うん、あでお兄ちゃんがでも弟見てる前やから、うん、もうその悪い力には屈さへんという、うん、屈しちゃダメ、うんうん、バーって立って、うん、お前がうるさいんじゃんって言ったんですよ、うん、でパッて言ったらもうめちゃくちゃ手震えてる、うんうん、バーってお前がうるさいんじゃんって言ったら、うん、その酔っ払いがあんってなって、うん、そのハンバーガーを頼んでハンバーガーをお兄ちゃんに、お兄ちゃんがもうハンバーガーをね酔っ払ってまあ5個ぐらい頼んでたんですよ、分からず、でバーってなって、うん、お兄ちゃんもってなって、え僕もえってなったらもうお兄ちゃんにバンって掴みかかって お前こらって言って、でもお兄ちゃんはもうちょっと泣いてるんです、でも弟の前やから お前やかましいんじゃお前とか、でも弟の前やからもう強気でも泣いてるんですよ、でも僕もかわいそうやから、ちょっとやめてください、警察呼んでください、ちょっと店員さん警察呼んでくださいって言ったら、その酔っ払いがやばい警察呼ばれると思ってバーって逃げてくる、で、あよかったと思って、でお兄ちゃんもなんかちょっと弟の前でこうボロボロに振り回されてたんで、うん、でもこうかっこいいとこ見せなあかんから、おだるいわケチャップだるいわバルケチャップだるいっていう、こう指もめっちゃ震えてるもうほんまこのケチャップとかこう買ったばっかり、マジ買ったばっかりやし、だるいしマジでだるいしって言って座って、コーヒー取ろうと思ったんですけど、もうそのコーヒーが手震えすぎて全然違うとこ取ったんです、おうおう、でもうわお兄ちゃんめっちゃもう僕のために
こんなにかっこいいとこ見せてくれてありがとうと思って、うん、逆に、まあ、もう嬉しいありがとうなと思って、うんうん、でも僕も気使ってお兄ちゃんにそやなあの人が悪いな、でそっからね1ヶ月ぐらいして僕お兄ちゃんのバイト先でいつもネタ合わせしてるんです、はい、駐車場立体駐車場バイトしてて、はい、でそこに僕が行って深夜ネタ合わせするんですよ、うん、だそこに、まあ、お兄ちゃんとネタ合わせバーってしてたらあのヤンキーが車取りに来たんですよ、うん、で車出す寸前に窓からタバコをねパンって吸ったんですよ、で僕がその時に言わなきゃよかったんですけど、うん、あ捨てたって言ってしまった、ね、でそのせいでお兄ちゃんがちょっとまたそのあ弟がなんか悪いのを見つけた、まあ、ここで言わへんのもなんや、うん、お兄ちゃんに舐められる弟にだからもうそのゴミをお兄ちゃんパッて取って、うん、ヤンキーの車をバーッ走ってって落としましたよって言ったんですよ、お兄ちゃんが、そしたらヤンキーがバーン出てきて、なんじゃお前おらっつって、でもその時点でお兄ちゃんもあやってもうたみたいな感じな、うん、で捕まれて、おらお前なおいみたいな、なんじゃお前ってお兄ちゃんもはお前からなあのやったんやしなみたいな、もう泣いもう泣いてました、ね、その時はもう泣いてます、完全に泣いてます、ブルブル震えてました、でバーって言い合いしてたんですよ、お前店の前で捨てんなみたいな、お兄ちゃんもでわお兄ちゃんもういいのにそんな、僕も遠目から見てるんですよ、バー振り回されて、でヤンキーが最後にてかお前なさっきからめっちゃ口臭いねバーンってお兄ちゃん投げたんです、でお兄ちゃんバーンってこうその下アスファルトにバチッで車バーン乗ってブーンって行って、立体駐車場には僕ら2人だけ で僕そのどう言葉かけよう、そんな弟の目の前でブリブリに振り回されたお兄ちゃんどう言葉かけよう、でもうわどうしようって言ってお兄ちゃんがもう遠くからバーって歩いてくるんですよ、うわどうしようなんて声かけようと思ったらお兄ちゃんがめっちゃ震えた手でおっしゃーって言って、うん、どうしたのと思って、おっしゃーエピソードトークできたって言ったんですかわいいな、かわいいかわいいお兄ちゃんでした、うん、でもお兄ちゃん結局ここには出られへんその悲しさがあるよ、その悲しさがあるそうなんですオーディションで落ちてんね、落ちてるんですめちゃめちゃじゃあ皆さん大好きな小木の話をちょっと、あなるほど、やった、あ大好きでもないけど、まあ、小木ってね、うん、まあ本当にこう自分のことをよく見せようとか、うん、あそういう人間なんですよね、うん、ちょっとこう、まあ、陽子さんがいるんでちょっと言いづらいところなんですけど、義理のお母さん、まあ、何しろこのすごいんですよ、高いことを言うというか、う偉そうにするというか、う知ったかぶりをするというか、まずこの業界に入った時もですね、まあ、人力車の芸人の中で一番初めにフジテレビのことを CX って呼んだのは小木なんですね言いたいそういうやつなんですよ、使いたい、ね、そういうこと言ってカッコつけたがるんですね、でそれだから 2,3 年目の時の話なんですけど、まあ、そういう言葉を使うんですね、だから12時のことをてっぺんと言ったり、でも基本的にちょっとうろ覚えで間違えることもあるんですけど、ある日、人力車のライブが終わって、で楽屋からもうみんな帰ろうと思った時に、まあ、ある芸人が小木さんこの後何かあるんですかと、まあ、ご飯の誘いをしたんですね、で小木はねすごいこうやっぱり用事があったらしくて、カッコつけてやっぱね使いたかったんですよ、ケツカッチンという言葉を、だから本人はすごいカッコつけて俺ケツカッチンだからよって言って帰りたかったんですけど、なんせうろ覚えなんで、すげえカッコつけながら、俺この後アトカッチャンだからよって言ったんですよ、駄菓子みたいな、かろうじて原型あんのかな、はいはいはい、でもさっそと帰っていったって話なんですね、腹立つわ、後があるって言いたかったからね、切っちゃったね、うまかっちゃんっていうのもあるけどね、うまかラーメン、うまかっちゃん、うちの相方木本武宏っていうんですけど、はいはいはい、まあ、武宏の武は武士の武からいただいたぐらい、はい、ちょっと固い家庭で育ちまして、はいはいはい、ほんですごい真面目で、はい、もう何でも一生懸命やる人なんですよ、うん、うちの相方はね、で僕ら大阪で3年ぐらい前ですか、もう仕事が何もなくなりまして、うん、もう全く僕ら2年前に出てきたんで東京に、うん、でもう何も仕事がないと、
レギュラーもゼロになったと。たまに営業行くぐらいやったんですよ。マネージャーに一回呼ばれてレギュラー決まったと。おでそれは何の番組か言ったらエロ番組やって言われたんですよ、うん、エッチな番組やって言われた、うんうん、ちょっとさすがにもうねでも生活もあるし、はい、でも汚れたくないし、はい、みたいなんでエロ番組かって言うたら横で相方がやりますって言ったんですよすぐ、うん、あ やるか やるんやったらやるわ言って、うんうん、で決まったんですよ、ねはい、で1回目の打ち合わせがあって、はいうんで向こうのスタッフが実はエロ DVD をベスト5紹介する番組やと、うん、で実はこういうねタイトルを木本さんに言ってほしいんですと、うん、だ例えば両塾塾女とか、はいはいはい、あの淫乱警部とか、うんうん、もういろんなエロい言葉を言ってほしいんですって言ったらもうさすがにそれはちょっと汚れるから、はい、いやあかんのちゃうかって言ったら読みますって言ったんですよ。お真面目でしょ、はい、うわー思ってまあまあでもええか思って、まあ、3ヶ月始まったんですよ、はい、でずっとランキングを読むんですね相方がで頑張るんです一生懸命頑張るんです何位何位両熟熟女バー読んだりするんです3ヶ月経って向こうのプロデューサーがちょっとええ話があると何ですか言ったら実はある大手の AV 会社から話が来てるんやけど、うん、AV 男優やってくれへんかって言われた。ちょっとわけ違う ね, うね俺もそれは違うあの芸人が出るっていうのは、はい、あのこんなん今までないからちょっと面白いと思うんやけど木下君って言われて、はい、いやそれは違いますとさすがに違いますよなあ木本言ったらモザイクかけてくれますって言ってどこまで遠いんだよどこまで真面目やねんいうかもうそうなったら不真面目やわそこまで行くとね、いやもうやめてくれとさすがにそれやめましたけどそこまで落ちたというお話ですね。天然素材の時の話なんですけど天然素材でこう結構なんか東京来ても、うん、舞台終わって、その後なんかダンススタジオとかでダンスの稽古とかずっとさせられて、もうなんかみんなストレス溜まっていっぱいいっぱいになってくるんですね、うん、でみんなでこう帰っていったらこう僕らの、フロアのとこにこう高廊下がこの字になっててで各部屋2つずつあってなんか中庭みたいなのついてたんですね、うん、ほんでなんかストレスいっぱいになった人が どっかの晩からなんかその中庭に出てなんかこうストレス発散するショーみたいになってたんですよね。ほんで今日誰かなってこう窓開けてた蛍原さんがバー出てきて一人でこう「ういえい」とかいうのを見てたんですよ。で僕らはなんか「ああまだおかしなってる」で笑ってた時があって。ほんでまた帰って次の日ぐらいですね、ほな次星ちゃんが出てきたんですよ、うんうん、ほんで星ちゃんがパンツ一丁で出てきて、うん、なんかこうファンからもらった大きいこうなんか特大のこんなプリッツ一本持ってるんですよ、うん、ほんでそのプリッツをね、うん、今から俺このプリッツをお尻の穴に入れてポッキーに変えるからよわかります、わかります、なぜポッキーになるか、わかりますよね、わかりますよ、お尻の穴なら、はい、ほんで今からポッキーに変えるから言ってほんで僕ら頑張れ言いながら見てたんですよ。ほんで星さんパンツ脱いでそのポッキーを行くよー言うてグーグーグー入れたんですよ。ほんでうわわわー言うてみんなで見てて星さんブワー出したらポッキーじゃなくていちごポッキー出てきたんですよ。な中の字潰してもうて、いやいちごポッキーが出てきて、いやいちごポッキーやみたいな。アホです。自分がアホだよ。ほんまの話や。あんたが何ちゅう顔で聞いてんねや。爽やかな笑顔で。まあでも俺の時に言われるよりええわ。そうそう。そう。ストレス溜まるでしょ。字潰したら。そう。よう覚えてたな。入ってるし痛いやろしね。大輔の話8割がアナルの話。ほんまそうですよ。いやアナル面白いでしょ。まあ他番組なんですけど「ガキの使い」っていう、まあ、番組長いことやらせてもらってるんですけど、うんうん、その昔なんか浜田と僕でなんかかけて負けたら罰ゲームみたいな、はい、あったんですよ。で浜田が負けて、はい、でその時ね、タイタニックが
結構すごい、はい、大ブームの時で、あの頃まあテレビ局もお金あったんでしょうね。浜田の罰ゲームを言うと、あのハリウッドまで行って、あのタイタニックのあのセットまあちょっと残ってたの、あの先端のとこあるじゃないですか、なんちゅうんですか、船の上の例のあの有名なシーン、あれを撮りに行くっていう、ハリウッドまで。で、あいつがまあいわばデカプリオですよね。で、言ったところで、それはそこで綺麗な女優さん用意したんじゃ、罰ゲームにもならないんで、じゃあ誰にしよう言うて、連れて行ったのがうちのおかんやったんですよ。で、うちのおかんが、あの、浜田がデカプリオでおかんが。で、僕はまあ東京で、まあそのわざわざね、ついていかないですよね。で、向こうでなんかいろいろラブシーンみたいなのも撮ったり、それなりになんかメイキングじゃない、まあまあ撮って、はい、で、まあ、帰ってきて、で、スタッフに、どうやったって言ったら、面白かったです。いいもん撮れましたんですけれどもね、みたいな。あれ、うん、どうしたどうした、いやー、わかった。もうまだ浜田がなんかぐじゅぐじゅ言ったんちゃうんか、って言ったら、浜田さんはすごい頑張ってありました。はい。なんやねん、言えよって言ったら、まあ、正直、その、キスシーンも、まあ、カット割りとかいろいろあるし、はい、NG も出ちゃうので、はい、どうしてもやっぱりキスが、何回も、はい、うん、ああ、なるほど、うん。何回もしないといけないと。はい、で、それに関して、まあ、うちの親父もついて行ったんですけど、うちの親父が、はい、キス先しすぎなんちゃうんか。気持ち悪くて、こんなにキスってするもんなんか。ご立腹ですね。ご立腹なんですよ。で、ディレクターにもなんかいろいろ口出しするようになってきて、なんか、黒沢とカスシンみたいな関係になってきて。ここはもう取れたやろ。はいはいはい。おかんにも、お前はどういうつもりでやってんの、こんな何回も、はいはいはい、お前の気持ちはどんな気持ちのどんな気持ちを持っていってお前はキスしてんの。で、浜田にもちょっともうジェラが入って、はいはい、浜田君も浜田君やでみたいな。いや、まだ、いやいや、いやいや、お父さん、それはもう仕事です。おい、取れた、まあ取れたわね。取れて、それでまあ時隔てて、数年前ですよ。そんな親父も、亡くなりましてね、うちの親父亡くなったんですけど、亡くなって一週間後ぐらいに、うちのおかんから電話かかってきて、びっくりしたんですけど、うちの、浜田さんが、僕の実家に、お父さんに線香をあげに行きたいって。え、そんな別に、え、うん、本当に一人で来たんやって、うん、いやいや、もうそんないいですって言うてるのに、あと本当に一人で来て、まあまさかそれでたまたま大阪行ったとは思わないでしょ、多分仕事の流れで行ったんでしょうけど、来たんは一人やった、うんうん、お線香あげさせてくれて、お線香あげて、で手合わしつやいなやおえつが出るほど泣き出したんや、言うて、なんで俺そんな泣き出したんかなと思ったら、僕の考えですよ、多分そのやっぱ一人の女を取り合ったっ。違うわ、絶対に違うわ。親父とあいつのこうシンパシーみたいな共鳴してたんちゃうかなと思って、ええ話やなと思って、ええ話ですね。We'll be right back.